バレンの風景バレンは、アイルランド共和国クレア県北西部のカルスト地形である。アイルランド語のボーイリンは、大きな岩の意味がある。この領域は、約250平方キロメートルの面積があり、ほぼ円形をした中には、バリーボーハン、キンバーラ、タバー、コロフィン、キルフェノーラ、リスドゥンバーナなどの村が存在する。バレンの西端と北端は、 それぞれ大西洋とゴールウェイ湾に面している。厳密には、バレンの領域にある町は、リスドゥンバーナ、バリー・ボーハン、ファノーレ、クラガー、ニューキー、ブリン、ベルハーバー、キャロンである。バレンには、歴史的、考古学的な遺跡がたくさん存在する。キルフェノーラの村、90以上の巨石記念物やドルメン、ケルト人のハイクロス。 複数の環状砦が存在するエリアである。それら環状砦の中で、三重の環状砦であるカヘルコモーンは、内陸の崖の淵にあり、例外的によく保存されているカヘルコモーンの石の砦である。コウコムロ修道院の地域は、科学的調査が行われている箇所の一つである。バレンは東コウコムロもしくは領土で示される地域の北東部である。 バレンの存在するキルフェノーラの教区は、コルコモドラードの領地と同一であった。その結果、バレンはしばしば、コルコモドラードのバレンと呼ばれた。バレンは、オロカライン族により統治され、彼らは1600年代中旬の大激動の頃まで、バレンの王を名乗っていた。今日、オロカライン族の最後の蝶の子孫が、バリーボーガンに住んでいる。石灰岩の板に沿った岩と、 隙間1651年から1652年のハンゲリラ作戦の間、エドモンドル・ドローは次のように述べている。この地は人が溺れるために十分な水がないし、人を釣るのに適した木もないし、彼を埋葬するための地面もない。でも、牛は越える。なぜなら、草が生えるための地面、サ3フィート角の地面は岩の間にあり、その石灰岩は、 草木の栄養となる。岩がゴロゴロあるバレンの丘は、十字のひびのある、石灰岩の板が敷き詰められている。このような岩を、グライクスと言い,い、孤立した岩をクリンツという。この領域は、北極圏の植物や、地中海の植物や高山植物が、通常の環境と異なるため、左右に生えている。高山植物の現地アナベルナの青い花が、 観光局によるその地域のシンボルとして使用されている。バレンのたくさんの石灰岩の崖、特にファノーレ近くのアイラディにおける海沿いの崖はロッククライマーに有名である。洞窟探検にはこの地域にたくさんの確認された洞窟が存在する。ドゥーリンは洞窟探検をする場合のベースキャンプとして有名であり、アイルランド洞窟救助組織の二つの主要な 洞窟救助隊の基地の一つの本部である。バレンの洞窟に関する信頼のある案内はビストロ、スペアオロジカルソサイエティ大学により発行されている。このエリアは、伝統的アイルランド音楽の長い歴史で知られている。クリス・ドロネイのような、ウェストクレアスタイルと呼ばれる、コンチェルティーナの演奏者とデュリンにおける、ミュージックフェスティバルは、世界中の音楽家の関心を引いている。 BBC, The Flowers of the, an, Clear, Ireland, a the a of a a b a r a n County Clare, Ireland h a t A Similar Quote The b a r a n Afford Us, Not a piece of timber sufficient to hang, A Man, Water in any one place to drone.A Man, Wars enough in any one part to b e r y him, can be found in the journal of Thomas Dainley, 1681, in the National Library of Ireland, Extracts from his journal. Including his account of the クレア section of his journey were published in the journal of the royal society of アンチケリーズ6テーゼアピア .In an online in the history and topography of the county of クレア by James Frost Part 2ヒストリー of トムンド Chapter 28バロニー of バランありがとうございます